山本由伸、筋トレなしでなぜあんな投球できるのか判明。178センチ80キロって肉体をウェイトなしで作ってんのもすごい。何やってんだろ。ウェイトは全くしてないって山本言ってるじゃん。補強運動みたいなのはやってんのかな。多分やってる。インスタのストーリーとか試合前の練習動画見た感じ。山本すげえわ。金子先生って、すげえすげえ言われてたけどさらにすごい。球10キロ近く速くした金子みたいなもんやしな。投手なんかそんなウェイトいらんからな。お前ら筋肉で速い球投げようと思ってんの？一般人の意をしてないと一緒にしたらあかん。投手にはあんまウェイトいらんのかね。大谷もめちゃ細い高校時代260出してるし。向こうは中肉投手多いけどロレンゼンは筋トレ信者や。次のエースの山下は筋トレやってごつくなったな。そもそも筋肉つけまくってもそれを活かす動作ができなきゃ意味ないからな。山本はやり投げとか他のトレーニングで身体の使い方とか動作の効率の良さを極めてるんやろ。みんなでやり投げトレーニングしよう。オリジャ・ヨシノブしかやってないぞ。真似しようとは思えない。正直筋肉で固めた方が楽やろ。そう絶対そっちのが楽なんだろうけど、難しくてもいいからウェイトしなくてもパワー生み出す方法あったらいいなって。杉内とかなんかすごかったけど比べ物にならんレベルで山本の方がすごいんやろすごいな。マジでどうやってあんな出力出してんのか謎やわ。佐々木朗希もヨロガリっぽいし投手に筋肉あっても邪魔になるんちゃう？